ロバート・クリントン・リチャードソンはアメリカ合衆国サウスカロライナ州サムター郡サムター出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。1953年にニューヨーク・ヤンキースと契約してプロ入り。1955年8月5日のデトロイト・タイガース戦でメジャーデビュー。1957年にはオールスター選出を果たしているが、 本格的に二塁手のレギュラーとなったのは1959年からで、この年は二度目のオールスター選出と打率、301を記録した。1960年は打率25、252.26打点とシーズン中は、冴えなかったが、ピッツバーグパイレーツとのワールドシリーズでは30打数11、安打とよく打った。第3戦では、満塁本塁打を含む6打点。 シリーズ合計12打点の大暴れで世界一を一したにもかかわらずシリーズ MVP に選ばれた。翌1961年のシンシナティレッツとのワールドシリーズも23打数9安打。1962年シーズンでは打率302.209安打38二塁打サンフランシスコジャイアンツとのワールドシリーズでは珍しく27打数4安打と不審だったが 最終戦でミリー・マッコビーのライナーを候補し逆転サヨナラ負けの危機を救った。1964年のカージナルスとのワールドシリーズも新記録となる13安打と当たりまくった。守備では1961年から5年連続でゴールドグラブ賞を受賞している。引退後は サウスカロライナ大学などでコーチを務めた。また、後に、故郷のサムターに、リチャードソンの栄誉を称たたえて、彼の名前をつけた、少年用野球場が作られた。新人深く、酒やタバコとは無縁の真面目な性格で、二遊間コンビのトニー・クーベックとは、親友同士でもあった。一方、コミック雑誌ばかり読みふけていた保守のヨギベラとは、馬が合わず、 ベラが1964年にヤンキースの監督となると、あいつの下でやるのは嫌。今季限りで引退してはプテスト派の伝道師になると公言していた。だが、この年のワールドシリーズ終了後にベラが解任されると引退声明を撤回し、翌1965年もプレーを続けた。ありがとうございます。